それではただいまから祝賀会例会を開会いたします。まずはじめに麻生太郎会長からご挨拶です。では令和元年で初の国賓して来日されたトランプ大統領のいわゆる関係というので、これはいろんな意味で今日から日米関係というものを内外に示すことができたんだと思って、極めて有効成功だったと思っております。まあ、何やっても避難をするとか批判をする人がいるんですけれども、ゴルフのカートを安倍総理が運転したらアメリカの大統領の運転手になったかって書いてた新聞社があったけどトランプがアメリカと安倍がトランプのゴルフ場でやった時はトランプ大統領が運転をしとられたから、あの時は運転手だったのかなと思って、そんな意識でやるものなんですかね。私つくづくそういうの見てわーはいえと思って挑んでたんですけど、いずれにしてもこの日米同盟の強化というものはこれは間違いなく日本の国益に資するものだと思っておりますんで、まあ昭和20年敗戦この方は今日まで随分な時間が経ってますけれども、まあ今日米関係戦後最良っていうような状況になってきているんだとそう思っておりますので、安倍総理のこれまでの卓越した外交手段というのはこれは世界の首脳からも羨むような関係が出来上がっているというようなことだと思います。しかしこの背景というのを考えているときに、何といってもこれは日本の政権が安定したとか、また平和安全法制をきちんと通したとか、防衛力の強化に取り組んできたとか、今の国際情勢に合わせてきちんとやってきたとか、それに関して我々は間違いなく与党議員としてその法案の成立に大大な努力をしてきたということに自信と誇りを持ってやってこなれがあるところだと思っております。いよいよ通常国会も会期末まで残り1ヶ月を切ることになりましたが、昨日この同じ場所でいわゆる執行会内最大圧力団体払えない最大反与党、いろいろ表現あるんでしょうけど、婦人会というのの方々にも、皆さん方の奥様方とここで、緊張を持って一日話をする羽目に陥ったんですけれども、とにかく極めて選挙やら何やらこういう奥さん方がおられるんで皆さん方の選挙は強いんだなと思いながら見た方も大勢おられましたけれども、いずれにしてもいよいよ会期末ということになってきておりますし、参議院は7月何日とか言われる話になってきておりますので、ぜひ緊張感を持って国会運営等々もちろんのことですけれども、自分の地元の選挙につきましてもいろいろな方々にぜひ力を貸していただきますようにお願い申し上げて、我々はこの一致団結で頑張っていこうと新たに申し上げてご挨拶に変えます。ありがとうございました。